どうもこんにちは、ナムです。今日もランクも100位内目指してやっていきたいと思います。この配信をしているのがね、8月の28日シーズンが残りあと4日間っていう状況で、今現在6000位なんですけど、とりあえず1000位内聞いたいということで、ね、今日も頑張ってやっていきたいと思います。そうですね、最終日近いんですけど、まあできるところまでとにかく行きたいと思います。はい、さあこれはじゃねえ、とりあえずね、今日もミライドンでやっていきたいと思います。はい、さあ、いや昨日はね、勝てる試合めちゃくちゃ落としたのが良くなかったですね。まあね、いやけど、まあ誰来ても大体やること一緒なんでね、まあ今日も淡々とやっていきたいと思います。さあ、ゆうすけさん対戦の方お願いいたします。さあ、白バトだったら、いやラオスでいいんですよね。別に白バトはラオスでいい。まあここで神と神ボルトロスがきついんで、まあそいつら来た時用に引くかの罠ちで、でミライドンかな。まあこれでいきます。さあ、まあ初手ね、シドバードクループには全然いいんですけどね。あ、ポッポさんお疲れ様です。お疲れ様です。現在6000位、ここから上げていきたいと思います。さあ、まあね、とはいえ、そのね、めちゃくちゃ緊張する場面じゃないので、ちょっと気楽にやっていこうと思います。はい。ボルトロスにフェアリーテラスされるとミライドンがきつい。へぇー。てか、ボルトロスのことなんてわかんないからね。ああ、そっか、蓄電あるからきついのか。まあ、けど、まあ、その時はその時は。あ、ボムさんお疲れ様です。ポッポさん、せっかく旅行に来たのに台風のせいで帰ることになりました。最悪ですね。台風にはキャンセル料とか請求できないから仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、それはお疲れ様です。無事に帰ってきてください。はい。けど、ポッポさん、この間も旅行行ってなかった。金あるね。いいっすね。さあ、俺なんてね、もう最後に旅行したのいつかわかんないからね。これは素直に水流でいいのではないかと思ってるんですけど、いや、まあ水流でいいか、水流打ちます。お、殴ってきた。お、強っ。いや、これさ、毒まいたらさ、ちょっとめんどくさいのはめんどくさいんですよね。さあ、誰から来るかな。ここでバード君のいっちゃんキモいんだよな。いやこの、けど、毒巻くってことは、害悪系なんじゃないかって思ってるんですよ。いや、違うかな。いやー、宿り木だったら、あ、けど、宿り木でもな、やだな。いや、バド X か。こいつが宿り木、宿り木かわさないかな、一回。いやー、どうしよう。いや、今日はとりあえずドレパンか。宿に木かわした時用でドレパンが一番安牌だな。さあ、何来る？いや、テラスタドは切ってこなかった。待って、宿に木かわしてくんないかな。あー、トリックルームか。おートリックルームか。今日宿り木だったらトリックルーム持ってないもんな。ってなれば、普通のアタッカーっぽいけど、多分さっきのフロルは、多分毒ビシとステド要因だったと思うんですよ。で、助けあるやつを潰して、こいつで突破したいとかだと思うので、どうしよう。いや、まあどっちにしろけど、ドレインパンチが安牌か。まあ水流でもいいけど。オッケー。あ、大変じゃん、それ。強い、お前。でかい。それはマジでかい。さあ、時間稼いで。トリルがあと3ターンね。で、あい、10万倍、かわさないかな。あいつ、いや、無理か、さすがに無理か。10万倍機ね、命中100じゃないんでね。あ、オッケー。この急所はでかいっす。さあ、こっからだな。あ、ポケモン強い人さん、こんばんは。はい、まだ1戦目です。さあ、どうしよっかな。どうしよっかな。10万。いや、けど、待って、
シドバの地面テスっているの、いるのかな。いないんだったらさ、これさ、もうさ、ダメージ覚悟でさ、もうさ、パラパラ打つ方が安泰なんじゃないか。いや、取り入れたんけど、あと2ターンだから結局意味ないんですよね。ってなった時に、わだちがもし次今ワンパンされたら、さすがに2段階アップされたらきついと思うので、ここでちょっとミライドに勝負かけに行きます。はい。で、いやー、パラパラでいいと思うけどな。いや、多分大丈夫。ちょっとポケモンホーム見るか。シドバドンテラスタル。けど、勝手なイメージだけど、電気テラスが、電気テラス来たらきついのか。電気テラス来たらきついのか。いやー、どうしよう。シドバド、シドバド。テラスタル。1位 47% で電気。2位 17% で水。3位 14% で氷。4位 9% で炎。ってなってきたら、いや、47の電気怖えな。47の電気怖えな。いや、ま、いや、え、これ、昨日深読みして負けたけど、ぶっちゃけ、え、これじゃないかな。これにかけます。切ってこないか。マジかー。いやー、いやー、待って。いやー、マジか。切ってこいよ。切ってこいよ。うわ。うわー、待って、飛ばないかな。飛ばないかな。お願い。お願い、マジで。マジでお願い。飛んで。な。あー、ガチか。流星群、確かに流星群考えるとね。え、けど待って。これさ、トリウタン今切れるよね。で、ないば最悪、わだちで残りって。待って。わだちで残り一体か。いやけど、いやー、初手のラオ。いやー、まあ、かけるか。もう、相手がラオスだったら負けだからね。それはもういいや、かけよう。ここからだ。いや、きついなーけど。いやー、わだちで勝てるやつ誰だ？はばかみとかか。はばかみと、ボルトロスとか。だったら勝てるのか。あー、確かにね、ドロゲザンならワンチャンワンチャン。ラオスがきついか。え、てか逆にさ、これさ、ラオス以外だったら勝ちまでない？あるよな、これ意外と。ラオス以外いけそうじゃない？まあ、とりあえず、はたくで。いやー、こっからな。え、今日ボルトロスきついか。ボルトロスに対してこっちの打点、はたき落とす一本でいくのはさすがにきついよな。さあ、ラムの実ね、ラムの実。いやー、どうだ？ボルトロスか。ボルトロスか。え、絶対さ、これさ、地面タイプに対しての打点あると思うもんな。まあ、だとしてもとりあえず畑か。いやー、マジかー。いや、相手が打点なかったら勝てる。あるかな。直帰で、いや、絶対あるんじゃん、これもう。テラバ？テラバ？え？え、いや、待って。いや、このテラバがあるってことは、地震が嫌だったんじゃないか。ボルトロスいないかな。次地震打ったらまずいかな。地震打ちます。あ、最高です。オッケー、よかった、よかった。変に深い道だけど降参してくれてよかった。いやー、でかいでかい。おぶねおぶね。いやー、よかった。相手何テラスだ。炎テラスとかかな。炎テラス意味わかんないか。
水テラス、え、けど水、水テラボあったら、初手か水テラボでいいもんな。なんだ？何テラスだ？けど、水が一番理にかなってそうな気がするけど。あ、けどあれか。直帰ってことは、ロマテラか。あ、けど、ロマテラだったらテラバーストわけわかんないから、バドレックスのためのアクテラ、か。あ、けど、フェアリーとかか。フェアリーとかかな。いや、フェアリーだな。あの、フェアリーで、相手のミライドンのドラゴン技と、電気技を特性で、あの、吸収するみたいな。で、のフェアリーテラバだけど、フェアリーテラスしちゃったら、わだちが、アイアンヘッド、俺は持ってなかったけど、持ってるだろうっていう。それきついよねっていうやつだと思う。ので、まあ、とりあえず、良かったですね。はい、でかかったです。あ、ポケモン強い人さん、ハートミー、ありがとうございます。さあ、この調子で行きましょう。ブエンマンさん対戦の方、お願いいたします。さあ、クロバドっすね。クロバド昨日も負けたけど、個人的にはそんなにビビる必要なくて、もうこれで行こうと思うんですよ。けど、いや、ラオスがきついのはきついんですけど、多分ね、こっちの焼いていくと押し付ける方強そうな気がするんですよね。これ、ラオス読みで、その、こっちもラオスから入ったりとかしちゃった時に、きつくなる。いや、まあ、包みから入ってもいいな、別に。包みを雑に切るっていう。結局、レッドカードあるから、バド X 一体返せるから、いや、包みでもいいんだよな。いや、包みだな。包みっすね。包みでいきます。さあ、これで、いきたいと思います。はい。まあ、ステロ欲しいけどね。ステロ欲しいけど。昨日80位から500位まで落ちて120位まで戻しました。いやいや、十分です。十分です。よく諦めず戻しましたね。すごいっすね。120、あれ？ポケモン強い人、誕生日来ました？この間、31歳じゃなかったんですか？あ、でかっ、ラオスだ。これはでかいっすね。これはフリーズドライでとりあえずなんとかコントかじゃないか？そっすね。フリーズドライでいっか。まあ、一回素直に打つか。ここら辺は素直でいいや。オーケー、でかい。待って。なんだお前は、持ち物。オーケー、でかすぎるこれは。マジででかい。そうそう。あ、4月末、すいません。気づくの遅かったですね。おめでとうございます。さあ、いやー、でかい。これは超でかい。さあ、こっちの多分ね、ステロ警戒だったんでしょう。わだちとかね。さあ、誰から来るか。まあ、一応、タスキあるんで、とりあえずやりたいことできるっちゃできるんですけど。いや、まあ、これ、身代わりアンコールとかいろいろできるけど、別に別にだな。まあ、ダメージ与えることの方優先だと思うんで、フリーズドライで突っ張ります。はい。さあ、どうだ？こっち。お、トリックしてくる。あ、助け取られちゃった。相手ってことはスカーフか？あー、でかいっすね。別に、え、これさ、こっちの方良くない？そうでもないか。あ、まあ、次殴れるもんね。で、相手が、スカーフトリックってことは、アスビと、いや、積み技あんのかな？ないことはないか。ないことはない。あっても多分けど、ワヌダクミだと思う。瞑想系じゃないだろ。瞑想系があるってことは多分、ドレインキス、あ、けどドレイン、いや、ないと思うけどな。まあ、とりあえずこれ、ツッパっすね。ツッパしましょう。さあ、リードラ。これ2回動けるのでかいっすね。最高、え？サイコショックはだってこれ、耐えんじゃん。だよね。堤のね、防御耐久は意外とあるからね。これは相手、多分、ビビったっすね。堤のテラスタルとか、こう、オッケー。これは、相手が読みすぎた。
いや、てか、いや、違うな。相手が、堤に対してスカーフトリックしたのが、さすがに多分、結構、雑すぎるような気がする。うん。いや、これは、いや、サイコショックは、交代読みとかいろいろ考えたら、可能性としてはあってもいいとは思いますけど、スカーフトリックが問題じゃない？さすがに。さすがに問題でしょ、スカーフトリックは。いや、これはでかい。これはなんか、シンプルに普通のことしてたら相手が自滅したパターンっすね。まあ、でかいっすね。さあ、とりあえず、なんか、ちょこちょこ上がってる。さあ、さあ、さあ、さあ。さあ、エマさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、ミライドン。ミライドン、ミライドン。ミライドンは、こっち、ワダチでいいんじゃないかって思うんだよね。ぶっちゃけ、初手ランド以外は、こっち、ワダチでいいんすよ。あ、けど、ランドでも多分、自信一回耐えると思うから、そっからのガムシャーできると考えれば、多分、もう、ワダチ確定で、で、ミライドンは確定でしょ。さあ、こっからなんで。こっから、誰を誰で見るか、誰を警戒するか。この時点でハッサムはもうビビんなくていいよな。で、神も未来ドンにセラスタを残せてればそんなにビビんなくていい。ランドは型次第。パオはテラスタを切ったかといって完璧ではない。で、未来ドンは比較的いいと思う。けど確定ではない。けど、相手も、相手は壁系ってことは、壁系ってことは、いやー、テラスタで、じゃねえや、ミミッキで時間稼ぎとか、包みで時間稼ぎした方がいいんじゃないかって思うんだよな。え、けど、パオに今弱す、やけど。いや、さっき頑張ってくれてか、いや、違うな。ミミッキだな。ミミッキを信じましょう。これでいきます。あ、ポッポさん、車内だから音聞こえないけど応援してます。ありがとうございます。さあ、喋ることありきたりすぎてバレてるのかさあ、さあ、さあ、さあ。さあ、初手誰か来る？ミライドンね。待って、おい、初手かミライドンはさすがにヤンキーすぎない？結構これ相手さ、雑ではないか、雑ではないけど、けどじゃない。さすがにだと思うけどな。これはとりあえずこっちが安心して、ね、捨て止まいていいんじゃないか。はたいてもいいな。はたいてもいいな。はたくか。とりあえずはたくか。相手のパーティー見た感じ、そうだもんね。捨て止よりか、はたきの方が嫌でしょ。さあ、ハッサム、ハッサム攻撃。ハッサムこう。さあ、ナイス急所。五つ目、あ、でかいっすね。てか、久しぶりに五つ目ハッサム見ましたね。さあ、これはですね、相手がスカーフミライドンだったら多分、あ、まあ、トンボなかったボディチェン、トンボなかったらしないか。いや、どうなんスカーフ、いや、まあ、スカーフでも一回引くのは引くか。相手がスカーフじゃないんだったらな、いやけど、HB にどうせ振ってるから、畑がだってさ、95のさ、今、急所で135ぐらい、140ぐらいか。でしょ？だから実質、自信もこれぐらいしか入んないんでしょ？ってなれば、なんだかんだして良いか、多分一回捨てろ巻いてる方が、後々仕事になりそう。で、しかも最悪、ハッサムミライドン対面だったら、待って、そんなあんの？おー、でかっ。最高っすね、これは。これはでかいですね。これはですね。防御下がったってことは、自信が150の、200ぐらい入るのか？もうちょっと入るのか？ってなれば、どうだ？ガムシャの方入るか？いやー、おキー、ケイちゃん？キーちゃん？愛してる。ありがとうございます。なんか、エフェクト久しぶり見た。すげえ、これ。ありがとうございます。あ、こんばんは。おー、あ、ガムシャできるよなー。ガムシャで。さあ、どれくらい入る？ああ、まあまあ、似たようなもんだな。お、こんばん？
でかい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 、いけ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 、これはガチでかくて、これマジでかくて、誰来る？ミライドンか、それとも3体目か。3体目見れんのもでかいし、ここミライドンはもう地震で安定宅なんで、マジでかい。え、これさ、バレパンぐらい耐えそうじゃない？耐えないかな。いや、このトンボはマジでわけわかんないんですけど、なんでだ。インフォでよくかな。あー、いや、まあ、あ、いや、これはマジでかい。これは相手はガムシャラ読みで引くしかないと思うんですよ。さすがにだってさ、ミライドンのにガムシャラ入れたくないでしょ。なのでこれは自信でハッサムを倒しに行きましょう。お、やっとスイッチとスカーレット買いました。お、よかったっすね。スカーレットでもバイオレットでも、SV の、おー、マジ？ストーリーね、楽しんでね、ぜひやってください。はい。待って。いや、これは、待って、ガムシャーでよかったのか？深読みしすぎたか？いやいや、けど、いや、まあ結果なんか。待って、相手これ手出したのしてよかったの？まあ意外と入ったからいいか。そう。ケイちゃんもし分かんないことあれば一応教えれる分教えれるんで、はい、どんどんポケモン人口増やしましょう。さあ、相手これ今どんな気持ち。いや、ガムシャーでよかったな。ガムシャーでよかったけど、あ、いや違うな、ステロあるって考えたら今ガムシャーでよかったな。そうだな、ミスったな。で、相手がスカーフじゃない。自分、多分、こだわってはないと思うんですよ。ミライドンだね。あ、いや、けどどうだ？ミライドン大切にしたいよな。ミライドン大切にしたいよな。けど効率出す切ったらハッサムきついけど、切らないときついもんな。まあ切るか。素直に打つか一回。お、引っ込めた。待って、ハッサム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 。うわ、キモ。あ、キメ、キメ。ガチか、ガチか。いやー、おめえの方か。いや、こうなってきたらちょっとだるくて瞑想から入ればよかったな、こうなれば。いや、相手のランドがスカーフかな。何ランドかによるな。確かに、ランドいんのに輪立ち投げなかったね。そうだね。確かにそうだな。どうしようこれ。素直に打つか。素直に打つか。オッケー。で、こっから。で、ミライドンと殴り合うのは多分いけるんですよ。こっちの玉パラボラがあればなんとかなると思う。なので、お？突っ張ってくれた。え、これはでかいっすね。相手、いや、パラボラでいいと思うけどな。パラボラでいきます。いや、今日どうだ、相手の持ち物が分かんねえんだよな。え、耐えないかな。きついか、さすがに。あ、きつっ、マジ。え、待って、
メガネか、これはメガネか。ここからの勝ち筋。あ、けどさ、これさ、うわぁ、待って。ハッサム、ハッサム、ハッサムの素早さ調べよう。は、あの、このミミッキュが S0 だから、間違えばハッサムより遅いかもしれない。ハッサムより速いのであれば、あの、ステロと影打ちで多分落ちると思うんですよ。ハッサムが無 V で素早さ85。確かこのミミッキュ90じゃなかった。さあ、ハッサムが素早さ振ってるかどうか問題。トリックルームしてから殴る余裕こっちにはねえか。だったらもう黙ってこい、ジャレかますか。トリックジャレでいける？いや、無理だな。ジャレ影打ちぐらい欲しいもんな、未来ドンだったら。かけよう。頼む。あ、待って、ミスった！うわ、ミスった！影打ちじゃん！うわ。お前、なんでレッドカード持ってんだよ、お前。お前、うわ、鍵打ちじゃん。ガチミスった。いや、お前。お前、なんでレッドカード持ってんだよ、お前。ふざけんな、マジで、お前。待って。まずいって、これ。ぜひ、まずいって。いやー、どうしよう。待って、お前、影打ちで倒さなきゃ負けんだって、お前、いけんの？ステロと影打ちで、あのミレイドン削れんの？マジミスった。いや、きつっ。いや、マジきついだろ、これ。待って。お前、誰だよ、個室にレッドカード持たせたやつ。いや、マジミスった。影打ち、影打ちで、さすがに落ちる。頼む。マジ急所。マジ急所。相手一回当ててるから。頼む、マジでお願い、頼む、マジでお願い。なっ、くっそ、これは、あの、普通に俺が悪い。忘れてた、こいつの持ち物忘れてたもん。これはごめん、ミミッキュ。ああ、だってこれ、鍵打ちから入ってば勝ちだったね。まあまあまあ、立ち回りというか、パーティーは悪くないから、いっか。集中すればいいけど、話か。100俺が悪い。いや、勝てたな、今のやつ。よくねえわ。さあ。いやー、勝てたな。いやー、ミミッキー、こいつミスったな。ミスったな、今の。レッドカード忘れてたよ。けど、こう考えればね、レッドカード、でかいね。こういう戦い方できんだったら、やっぱ多分このレッドカードミミッキュありかもしれないね。さあ、木道さん対戦の方、お願いいたします。さあ、黒バドね。黒バドは、これもわだちミミッキュミライドンでいいと思うんだよな。わだミミ。まあけどさっきと一緒に包みから入ってもいいか。包みから入ってもいいか。包みから入るか。さあ、やけどなぁ。大乳、初手乳がきついな。初手乳がきついな。え、逆にミミッキーは連れてきたいんだよな。いやー、まあ、包みミミッキーにかけるか。最悪、大ニューラー、でもトリックルーム貼ればいいか。トリックルーム貼って、時間稼いでたね。結局、大ニューラーが一回引いてくれれば、全然もう、軽技なくなるし、ね。お、リョートさん、フォロー、ありがとうございます。ラウドボーン激増してて、俺のザシアンが泣いてます。それは、まあ、きついっすよね。そのザシアンのきついとこっすよね。あの、これでもう詰むみたいなやつがあるのは。さあ、ディンドゥから来た。ディンドゥから来たのであれば出しがちなんですけど、これだってさ、ハイドロポンプ怖いんだよな。ハイドロポンプ怖いんだよな。けど、打たなきゃダメだよな。打たなきゃ何のためのハイドロポンプだからね。頼む。
頼む。ああ、オッケー、照らしたよね。オッケー、問題ない。さあ、外さないでね。ああ、オッケー、オッケー、オッケー。あ、これは、勝ち、だ、出しがちっすね。さあ、頼む、頼む、マジで外さないで。マジで外さないで。お願い。オッケー、よし、完璧。さあ、マジで毎回思うけど、なんで命中80でこんなね、お願いしなきゃいけないのか、ちょっと、そこは疑問ではあるんですけど、このステドはマジでかくてアンコールしちゃいましょいと。オッケー、頼む、急いで。オッケー、最高です。最高です。ザシアン、テラス岩で使ってるけど強いのかわからん。そう、いや、まあ、かけっちゃかけだけどね。けど、メリットは、鳳凰を倒せるっていう。鳳凰に奇襲できるのはでかいと思います。さあ、鋼リンヌ、さすがに相手は引いてくるよな。相手引いてくるけど引けるやついるか？これさ、身代わりしてもさ、フリドラ打っても一緒だよな。意味が一緒だもんな。助けあるからって考えれば、これ黙って打ってる方が良さそうだよね。さあ、おお、でかっ、でかっ、お前凍ってしまえ。飛ぶだろってか。え、さすがに飛ぶよねこれ。待って、俺この回で知らない。お前直帰じゃない違う。待って。これは包みが弱いだけなのか、相手が硬すぎるのか。これだよ。これだよ。いや、まあ、いいか。まあ、フリーズドライでいいか、これは。あ、さすがに引っ込めた。マルスケのおかげでこれだけ耐えたってことなのかな。にしては、いや、まあ、こんなもんか。マルスケのやつか。いや、まあ、これはいいっすね。別に。欲を言えば凍ってほしい。20% で凍ってほしいけど、これはハイドロポンプで、で、これ、リンリューがテラスターしてくれたおかげで、もう電気技が一貫しちゃってんのマジでかくて。とりあえずハイドロポンプでいいかな。ハイドロポンプです。はい。頼む、当てて。頼む。さあ、頼む。相手悩んでも、だってもう攻撃技しかない。あ、まあ吹き飛ばしもあるか。 OK。 うわ、でかい。マジ命中80当てるのでかい。さあ、お盆でしょ、どうせお盆。いや、吹き飛ばしっぽいな。違うかな。あ、地震か。あ、でかいっすね、これは。さあ、2回耐えないか。さすがにきついか。頼む。おお、でかい。お前マジでかい。月末にちゃんと当ててくれんのはマジ優秀すぎる。さあ、地震。うわ、お前、かっこいいな、お前、マジで。ああ、オッケー、大丈夫、これは仕方ない。あ、ケイさん、ストーリーに集中したいのにできます、了解です。いや、これはマジででかい。これは、全然、しかも、相手のこの無駄球もちょっと気持ちいい。これはありがたい。で、ここからですね。パラボラでいいと思うんだよな。いや、まあ、ミミッキュじゃないもんな。けど多分ね、勝手な予想、相手の裏が俺バドレックスじゃないと思うんすよ。違うと思うんすよね。どうだろう。だってさ、これさ、バドレックスだったらミミッキュ詰むからね。いや、多分、大乳だからラオスだと思うんですよ、俺。ビビりすぎか？いや、昨日これだけビビって負けたもんな。まあ、素直に一回パラボラ打つか。パラボラ打ちます。さあ、相手があと誰かだな。まあ、ここで海竜来る。海竜来たら別にいいか、それはそれで。さあ、どうだ、誰来る。いや、海竜来ても、パラパラで飛ぶんじゃない。
え、コーディネス気になくていいよね。いや、待てよ、待てよ。いや、待て、ちゃんと計算しよう。つつみの特攻が176、フリードラが2倍、パラボラの方ダメージ入るか。エレキフィールドと特性の 1.5 倍の補正かければさすがにパラボラで飛ぶか。だけどそんなにビビんなくてもいいか。パラボラ打ちます。あー、オッケー、でかいっすね、これは。さあ、ラッキーっすね。あとは、相手が残りって誰か。さあ、誰来る？バドレックスかな？わあ、これは勝ちっすね。これはどうやっても勝ちだと思う。で、これ、テラスタロは切らなくても切っても一緒なんでね。とりあえず、パラボラ打っとくか。パラボラ打ちます。さあ、でかいなあ。ここから負けることあるか。ああ、オッケー。この悪巧みはでかいっすよ。相手悪巧みってことは素直にタスキとかじゃねえのかな。タスキで技が遊び悪巧みなんだ。あと一個。まあとりあえず殴るか。オッケー。あ、これはもう勝ちっす。素直に殴ってくれるんだと。変なことさえなくていいや。いやー、でけえなー。とりあえず。いや、てかさっきの試合見せなかったら今日調子良かったね。無敗だったもんね。さっきのマジ、こいつのせいで負けたもんな。違うな、俺のせいか。さあ、まあ、とりあえずこれはさすがに勝ちなんで、陰打ちで。オッケー。いやー、最高っすね。さあ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 、3-1。さあ、いや、いいなけど最近なんか、変なのが減ったような気がする。あの、無限ダイナとかの害悪系とか、この伝説使ってんのみたいなやつがいないような気がする。もう王道のやつしか残ってない。最近は、のイメージだから、やりやすいんですよね。いきなり来る無限ダイナとかガチきついじゃないですか。テラパゴスいなくなったの？いいね。さあ、文蔵さん対戦の方お願いします。さあ、法王か。法王は、昨日スカーフ法王に負けたんすけど、いや、そんなのごくまでの話じゃねえのか。素直に行けばこっちラオスでいいんすよ。素直に行けばラオスでよくて、で、多分、わだちでいいんすよ。で、あと誰だ？未来ドンかな。火力4位とかで置いとくか。これできます。2桁は無限ダイナと未来ドンばっか。あー、いや、まあ未来ドンはまあ仕方ない感はあるけど、ちょっと無限ダイナ多いのはキモいっすね。4桁はバド多い。いや、まあバド多いか。俺も今日バド当たってるか。そうだね。白バド、黒バド当たったもんね。さあ、初手法王。いや、これさあ。いや、昨日のさ、スカーフブレイブバードがさ、軽くトラウマだけどさ。いや、だけどさ。いや、ビルドアップカーでいいと思うんだよな。今日、ライコバックとか考えたら、身代わりかドレインパンチか。いやー、どうしよう。ま、一回ビルドアップか入るか。なんでおぉ、いや、耐えたのはでかいけど、だからどうしたっていう HP だろ。待って。いや、待って。流行ってんの？それ流行ってんのか。
いや、終わってはいない。ほぼ確でブレイブバー、まあ、このラオスが、あの、素早さ振ってないとはいえ、さすがに、素早さに振ってるだけではないと思う。多分、普通にスカーフとか、なんかこだわってると思うので、まあ、とりあえずこれ、ドレインパンチでも置いとくか。お、テラスが起きてきた。これこだわってなかったらキモいっすね。そう。ああ、フェアリーティアスか。フェアリーティアス？待って。こだわってないのかな？ああ。いや、これは、なんでテラスターをしてきたかちょっと、マジでわかんないけど。あ、いや、スカーフは、いや、どうなんだろう。使える人には多分使えると思うけど、俺は使いにくくて俺は諦めました。はい。で、これは、まあ、わだちでもよかったけど、未来論でちょっと時間じゃねえや。一旦稼げるんで、で、まあ、瞑想でいいかな。瞑想してたね。で、これはテラスターをしないで瞑想しよう。さあ、引っ込めた。誰来る？バンギとかか。お、グライオンか。グライオンか。グライオンはなぁ、これ、ここでテラスターで切っちゃったらきついんだよなぁ。相手がスカーフだったら。どうしよう。毒毒食らう。だけど毒毒。いや、ほぼ確でスカーフだと思うから。いや、氷テラバル飛ばして、声援耐えるかっていうのにかけるよりかは、毒食らっての方いいんじゃねえか？さあ、どうだ？さあ、身代わりは身代わりでちょっとキモいけど、まあ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 、いいか。ああ、さっきの悪ジェケアか。ああ、なんだなんだ。今日、悪ジェケア、まあ悪ジェケアか。さあ、これはコーディテアバ。いや、相手は、まあ、毒毒じゃね。毒毒でも守、あ、まあ、守るでもいいけど、まあ、どっちにしようじゃん。ん？あれ？これ詰んだ？ TOD か、これもしかして。あれ？これ、初手倒さなかったら積んだやつか？あれ、これ、守身がでずっと終わるか？身代わりされる。あ、積んだか？あ、これは俺が悪いわ。これは、あの、慣れなさすぎて、俺の立ち回りが悪いわ。そうだね。これ、一回やられたら終わりだもんね。いやー、じゃあもう、氷手当たりかけるしかなかったのか、初手。確かに。相手の勇気の方へ。あ、けど、氷、いやー、まあ。いや、これは俺が悪い。てか、昨日もそうだけど、俺が悪い負けが多いね。さあ。いや、相手ね、確かに勇気の身代わりではあった。それ、いや、そうだな。あそこでもう、てか、砲対面で、高速移動を積むべきだったかもしれない。そうだね。結果論とかじゃなくて、あそこは瞑想よりか高速移動だったね。で、こう、リテアバイ飛ばして、なんだしようとか話か、もしくは、わだちから入って、はたきが一番安牌だったかもしれない。あ、けど、裏が違ったら違う。きついか。まあ、気を取り直していきますか。まどかさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、黒バドは輪立ちでいい。やっぱりね、いきなり変なの食えばきついね。だから初手のスカーフ、え、待って、これからスカーフを警戒しなきゃいけないのかな？そんなにいっぱいいるのかどうかわかんないけど。さあ、輪立ち。
わだち。いや、初手ラオス来るかな。けど、明らかにこっちわだち来そうだよな。で、ないば包みでいいんじゃないかって思うけど。いやー、どうしよっかなぁ。けど、包みから入って、いや、ミミッキーは連れてきたいもん。いや、包みだな。こっちで行こう。ちょっとこっちを信じてみましょう。これで行きます。積んでいい場面と積まなくていい場面の見極めむずい。いや、確かに確かに。それはちょっとむずいっすね。いや、けどさっきの場面で、瞑想積んで言い訳としましては、鳳凰をできるだけワンパンしたかったっていう。で、多分相手がスカーフだったら、耐久に振ってない可能性がでかいから、瞑想と命の玉で飛ぶんじゃないかなっていう。読んでか。まあ、特に未来道はね、効果ない技があるから、しかも俺のやつはね、そこまあ読まなきゃいけないからね、まあそこが一番の弱点っちゃ弱点かもしれないです。さあ、これは出しがちなんですけど、まあ素直に、フリードアでいっか。フリードア打ちます。さあ、引っ込めたら誰来るよ？ハサンとかか。お？バドエックス来た。これもちょっとでかいっすね。そう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 。フリードラ。いや、たまにはこんないかな。こうやって欲しいんだよな。いや、ハイドポップ打つの怖いな。まあ、無理して削んなくていいっちゃ削んなくていいけど。いや、けどこの威力の差はでけえな。いや、けど、安牌狙うとこと勝負出るとかやっぱ多分大事だと思うな。いや、フリーダーでいいや。お、テラスター来てきた。何言ってた？フェアリーテラスターか。さすがにフリーダー見てて、テラスター切らないと思うから。あー、スカフか。これはちょっとでかいんじゃない？さあ、どうだ？けど、相手これテラスター受ける必要あったのかな？わざわざ切らなくてよかったんじゃない？まあ、とりあえず、まあ、よく言えば凍ってほしいな。20% だよ。20%。今日結構フリーズダイ打ってるよ。凍ってもよくない？無理だった。どうしよう。どうしよう、ここ。いやー、まあまあまあ。やけど、包みの使い道は全然ある。取っといてもいい。けど、別に、ランド倒せんのは別に他のやつでも倒せるか。ミミッキュ切ろ。ミミッキュ切ります。そう。これで相手裏に帰る。で、ああ、直近未来ドンバックを考えて火力でゴリ押そうみたいな話か。まあ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 。まあとりあえずこれ相手裏帰って、多分、まあ、いやランドならランドでいい別に。結局、今のところ包み切ってミミッキュ出したとしても、どうせ裏からランド出てくる予定だったと思うので、結局この対面先にやって、包み残す方でかいかなと思って変えたんですけど。で、トリックデムしちゃって、トリックデムかけすぎか？いや、けどトリックデムしちゃっていいような気がするんだよな。いや、違うな。呪いでいいか。お、引っ込む
は出せないよ。あー、でかいっすね。ラオスだったら、相手これ裏にハッサムいないのであれば、もうこのラオスがスカーフの可能性がゼロになったので、スカーフの可能性がゼロになったので、ミライドンがコーディティラスを切っても負けることはないと。まあ、鉢巻きアクジェがちょっと痛いかもしれない可能性があるぐらいで。ってなれば、これ相手からしたら一番ランドバックしたいんじゃないか？あ、殴ってくれるんだったらいい。そうっすね、高速移動で勝ちっすね、これは。まあ、まあ、ここで一番嫌なのは、アイスピが一番きついか。アイスピ以外は勝ちか。さあ、どうだ。とりあえず高速移動するか。アイスピ来なきゃいいな。普通にインファとかでいい。普通に。水流、ああ、鉢巻きか。こだわってそうだな。こだわってなかったらこれあれだもんな。え、これさ、ノーマルテラパでよくない？あー、今日、いや、何度ケア。ランド、いやー、コーディテラス切って、え、今日、アクジェで落ちないか、さすがに。水流が150の半減75、アクジェが40の2、タイプ1、1.5 倍、60だから、あ、大丈夫か。いや、大丈夫だな、大丈夫だな。あー、オッケー。あ、ここで切ってくれたらいいや。いや、オッケー。これは多分勝ち。これはもういける。待って。唯一の負け筋が今思いついた。あの、タスキランドロスに俺一回だけ当たったことあるんですよ。いや、まあ、さすがに、そんなやからは俺はいないと思ってるんですけど、けど、今、この環境やってるやつは結構いかれたやつ多いから、いや大丈夫だと思いたいけど、まあそいつ来たら負けだもん。考えても仕方ないもんな。ただ待って、相手がノータイムすぎて、待って、マジでパス気じゃないよね、お前やめてね。あー、ビビった。アップね、アップね、最高です。さあ、やーぶねー、ビビったー。さあ、これでとりあえず、これ待ってよ、ちゃんと俺最速スカーフバドレックス抜きにしてると思うけど待って、大丈夫だよね、不安になってきたんだけど。まあ待って、あー、オッケー、危ない、最高です。さあ、危ねー、あぶねえ、よかったー。まあ、とりあえずっすね。さあ、これで4-2。これで4-2。意外と調子が上がってきたぞ。いやー、玉見ライドいいなー。てか、4-2の2敗もな、マジで俺のミスだな。ダメだな、本当に。無駄に負けてる。さあ、誰来るか。変な伝説来なきゃいいな。さあ、スカーレットさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、バドレックスはいいんですけど、ちょっと鬼雫雲がキモいかなって思う部分はあるんですけど、いや、まあ、どうしよう。ラオスか？ラオスでいいんじゃないか。鬼しずくも。
鬼しずくもって物理だよね。鬼しずくも、いやーけど待てよ、包みの方いいか。どっちの方が使いやすい。いや待てよ、いやラオスでもいいんだけど、多分バド、いやさすがにしずくもだと思うけどな。え、今日未来のいるやつに鬼しずくもか出せるか。いや、包みの方が、誰来てもいける可能性がでかい、と思っている。ので、いや、けど、大乳がきついな。大乳はワンチャン猫魂インファイ飛ぶからな、これ。なー、どうしよう。ラオスか包みか。ぶっちゃけバドデックスはミミッキ連れてきたい。で、ミライドンだろ？いや、きついか、これ。いや、まあ、これで行ってみるか。これで行きます。はい。さあ、どうだ？まあ、もし、大ニューナ来たら、強気のミミッキーバックとかで行くか。そうしてみるか。さあ、いやー、誰来るかだな。初手誰来るか。まあ、相手もね、多分、悩みどころではあると思うけど。さあ、誰だ？あ、しずくもね。しずくもね。オーケー。待って、鬼しずくもさ、こっちの身代わり割れる技あんのかな。待って、鬼しずくも使用率入ってないかな。技見たいんだけど。ネットあるイメージはある。おー、使用率109位。意外と高いっすね。アクアブレイク、レバネバネット、ミラーコット、ガムシャラ、コライル、飛びかかる、吸血、飛びつく。ってことは、これは多分初手身代わりでいいんじゃないか。初手身代わりで。鬼しずくも、わだち、バドデックス。予想っすか？いやー、あるね。あるね、それは。ガチである。え、これ、アンコールしていいかな？今日これ、身代わりあればさ、え、これ、身代わりあれば、アンコールあると思って引きそうじゃね？少なくとも相手さ、これさ、身代わり割ってくる手段ないと思うんですよ。なので、あ、今日ミラーコートあるか。ミラーコートが採用率が 58% なんですよ。アンコールしましょう。OK！ 最高！気持ちいい。いやー、これはでかいっすね。そう、オフにしずくもね、思ったよりか硬いんですよ。思ったよりか硬いし、なんか思ったよりか火力ある。は？キモ。あ、アクアブレイクか。え、ここでアクアブレイク来るってことは、待って、身代わり割れんの？割れんの？やめてよ！バカみてえじゃん、こっち。これで大丈夫なんですよね？みたいなの喋っといて。いや、すごい。いや、こんねえかな。こんねえかな。無理か、そんなに。乱数じゃね？乱数じゃないか。ワンチャン乱数でまくれないかな。一回身代わり挟んでみる。一回身代わり挟んでみる。ワンチャン乱数で耐えてくれればでかいよね。いや、そこいつ起点にしたい。こいつに負けるのちょっと尺だもん。いや、耐えないかな。頼む。乱数で耐えるんじゃない？いや、さすがに無理か。え、これさ、そう、アンコールしてさ、高速移動ありじゃない？まあ、別にこれ無理して倒して、別にバトネックス出てきて起点にされてもミミッキーいるから、まあ、それはそれでいいんですけど、これ高速移動ありだよな。ガチありだよな。そっちにかけてみるか。いや、ありだよな、これ。さあ、どうだ？アクアブレイク。で、高速移動して、え、ネバネバネットは1段階しか下がんないもんね。高速移動して、
いや、相手が気の迷いで突っ張ってくればでかいか。え、今日さ、これさ、高速移動してもさ、スカーフバド X は抜けないもんね。いや、違うな。ネバネバネットがあるってことは、多分メガネとかの方の可能性高いか。まあ、それ以外、スカーフでネバネバネットは使んないだろう。高速移動で。さ、引っ込めか、わだちか。ああ、わだちか。待って、これ、てか、わだちきつくね。思ったけど。そうだ、こいつの欠点はわだちだった。忘れてた。いやー、どうしてよ、これ。けど、これ、テラスタルしなきゃいけないから切るかも。これはもう勝負に出るか。仕方ない。一応、相手が変な技じゃなかったら、多分確認とかいけてるんで、問題ない。直帰技を確か確認だったような気がする。間違ってなければ。さあ、どうだ？どれくらい入るか。攻撃技一回ぐらい耐えるんで、まあまあ、なんとかなとは思うけど。さあ、どうだ？降りてらば。あ、待って、きついな。お前、もうちょっと空気読んでほしかったな。もうちょっとだけ空気読んでほしかった。あ、けどこれ瞑想でいいか？え、瞑想がさ、だってさ、うわ、微妙！微妙！あ、待って、2回打った方が良かったか？あ、確かに。まあ、相手あれば負けか。まあ、それはその時だな。まあ、ぶっちゃけ、さっきの時点できついからね。さあ、あ、地ならし。うわぁ、6つどうするこれ。いやけどこれ移動積まなきゃ。待って、移動積まないで、もしこれ、わだちを倒せたとき、裏からどうせ、バドレックスが、こんにちは。ミミック投げる。お、よくね？これ、トリックルームあるからトリックルームに任せちゃうか、これ。こっちにかけよ。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ、どうだ。飛ばしてほしいな、これ。うわ、でかい。いや、まだ、まだ、まだ。可能性がゼロではなくなった。ミミッキュのレッドカードが、あとはどれだけ仕事してくれるか。全然口回ってなかった。さあ、どうだ。いやけど、全然ある、全然ある。とりあえず、ここは、ミミッキーに任せよう。待って、鬼しつくもって早いの？素早さ。鬼、鬼、鬼は、鬼は、あ、違う、素早さじゃないか。素早さは低い、素早さは低い。とりあえず、これは、一回は耐える。耐える。で、ここで、鬼しずくもの攻撃を一回耐えなきゃいけないのか。とりあえず、お前は帰れ。で、ここからだ。ここから、さあ、勝負だっていう。いやー、待って、鬼しずくもが、アクアブレイクと、アクアブレイクと、ネット。いいタイミングで電気も切れた。まあ、まあ、何考えてもトリックでのしかできないか。オッケー、アクアブレイク。オッケー、よく耐えた。トリックルーム。うわー、6つ。影打ち。え、今日影打ちしかねえか。影打ちしかねえな。あとはミライトンがアクアブレイクを耐えるかどうかの勝負だもんな。さあ。硬いなあ、こいつ。こいつかっこいいなあ。え、てか、こいつのメンタルハイドのとこミスったね。
いやまあ結果論か、あれは。初手振りドラから入ってればでかかった。うわ、そうだ、うわ、そうだね。初手振りドラから入ってれば、相手のネバネバネットで振りドラで確認取ってないか。いや、まあ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 。しゃーないか。これでとりあえず。いやけどさ、これさ、いやー、2回は耐えないもんな、絶対。とやっても高速違う、あら、瞑想つぶは言えないもんな。いやー、あ、耐えないのかよ、強すぎだろお前。なんでそんな火力あんだよお前。外役キャラじゃねえのかよ。なんでせえの。やばこいつ、意外と火力あるな、やっぱり。うわー、いや今のは初手包みの動き方次第のような気もしてくるわ。初手包みアンコールじゃなくて素直に倒すべきだったか。倒したらバドレックス出てくる。でミミッキュ投げて引いて、ワダチと対面して、ワダチと対面してミミッキュが、呪いをする。そっちだったな、順番ミスったっすねこれは。じゃあアンコール高速移動のとこだね、問題は。さあ、まあ、とりあえず。さあ、4-3ね、4-3。OK。気を取り直していきましょう。お、今日初のコライドンですね。来て、鉄3対戦の方、お願いいたします。さあ、コライドンは、いや、これだったらランドでいいんだよな。けど、ランドから入ったとき、キモいのが、パオキメーな。いや、けど、ラオスでいいと思うんだよな、ぶっちゃけこれ。ラオスから入って、神来たら、捨てるか？さすがにそれは不憫すぎるか？いや、けど、いや、それでいいと思うんだよな。捨てて、ミミッキーにするか。それとも交代枠でワダチをちゃんと置いとくか。いやー、ミミッキュ。いや、わだちか、さすがにわだちか。これでいきます。あ、シグさんサブできましたね。お疲れ、あの、お帰りなさい。あ、そうだ、今日もねちょっとお知らせがあるんですけど、まあ、ここ最近ずっと告知しておくことなんですけど、来月の9月ですね。9月の14、15の土日にですね、視聴者対戦やるので、よかったら皆さん来てください。お待ちしております。まあ、ルールはレギュエイチで、そして基本的には、俺と一人ずつ戦っていくみたいな話で、で、そうやった時に、ずっと俺が同じパーティー使ってれば、まあ、パーティーバレるし、練習にもならないし、あと、やってる方も見てる方も楽しくないっていう、いうことで、俺はその日までにめちゃくちゃレギュエイチで活躍できそうなポケモンをたくさん育成していくので、俺はルーレットを引いて出た6体で戦おうと思います。はい。で、そしてあとはもう普通に1対1で戦っていくって感じなんで、よかったらね、練習したいよとか戦いたいよっていう人がいれば来てくれれば嬉しいです。お待ちしております。さあ、メタモンが来た。これはビルドアップです。さあ、どうだ？カミックルかな？おお、お、ラッシャー、これはじゃない？ TOD か？さあ、TOD、TOD。いやー、ちょっと手出したら嫌いたらきついなー、これ。マジできついんだよな。
あ、オッケー、手出したら切られない。あと、ボディプレイがなければいいな。ボディプレイあればね、ちょっとマジでね、きついんですよね。あー、これはさすがにヤンキーすぎる。で、ドレインパンチで。さあ、どうだ？相手が技何か次第っすね。意外と入ったの。さあ、何来るかな？呪い。きっしょ、こいつ。きっしょいな、こいつ。キモいな。いや、まだドレインパンチでいい。まだドレインパンチでいい。これはですね、奇襲戦法がございまして、ミライドンに引いて氷手幅を打つっていう。おそらくこっちがミライドンを出せば相手は、まだ呪いね。まだ呪い、オッケー。いや、多分次も呪いがいいな。ラッシャー、次も呪いがいいな、俺。あ、待って、いや違う、回復のタイミングに引けばいいか。いや、待って、いつ回復するかだな。まだドレインパンチでいい。さあ、どうだ？いや、ちょっとバカだよ、お前。うわあ、さっき引けばよかった。まだ呪いか。待って、次、いやー、どうだ？いや、勝負に出よう。ここで、いや、怖いけど引こう。ビビってちゃダメだ。ビビってちゃダメだ。いや、相手はこれ攻撃してくにしても眠るからが多分いいと思うんだよ。急所が怖いから。さすがにここで殴るとかはやめてほしいな。お願い、本当にお願い、マジでお願い。なんで、いやいや、まあ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 、最低限最低限最低限、仕方ない。これはチキった俺が悪かった。で、これはもう強気の声です。これ一択です。はい。いや、照らしたら切らねえぞ、お前。え？いや、待てよ。いや、照らしたら切らないわけないか。え？待って、相手そのまま急いとかやめてね。待って、なんでなの？うっそ、相手対抗相手知ってるか。待って、いや、待って、いや、この待てよ、この対面は俺はミスったのかって言えば、え、ポケモン強い人さん、これどう思います？あ、メタモンにかけてきたというか、相手これさ、居座る方やばくない？それともシンプルに切っただけかな？これ、だって、これ、あれじゃない？いや、まあ相手がシンプルに切ったのであれば、あれだけど、切って裏で見てる見込みだった。だからか。って話か。いや、スリリーで落ちないか。スリリーで落ちないと負けなんだよな、これ。けどさっきのところでもしボルチェ打って、いや、けどボルチェ打って裏に引かれるのもあれじゃね。あ、アクアブレイク。これはとりあえず水に打つか。ラッシャー切る予定だったんだね。今日これラッシャー倒せたからワンチャンないかな。いや、今のところで、いや、待てよ、今のところで打つのが正解か。ラッシャー側なら3積みしたら照らす、切らず押す。ああ、え、切るってこと？ラッシャーをもう切るってこと？そっちの方を、そうする人の方多いのか、全体の割合の話をすれば。さあ、こっからはきついかな。相手の技構成次第だな。ドレインパンチ、いや、きついな、ドレインパンチ。あ、いこっちの方が入る。いやー、きついなーけど、
都電パンチ。いや、一回、あと一回、耐えて。いや、無理か。ラッシャー切ってスカーフミライドンで全抜き。え、けどさ、ラッシャーにテラス切るように、あ、いやいや、そうそう。いや、それは、あると思った。ラッシャーにテラスタで切る可能性は低いと思ったけど、シンプルに引けなかったのか。シンプルに引けなかったから居座ったわけか。さすがにだって、テラスタル切らずに居座る選択肢は切る以外ないっすもん。いやー、今のドレインパンチ一発耐えてればな、ワンチャンあったな。さあ、これは負けだな。どうやってもきついよな。いやー、さっきパラボラが正解か。優勢考えたりしかない。いや、それはそうっすね。優勢。パラボラ。ああ、まあ、そっか。じゃあ次からそこは素直に打つしかないか。まあ、相手の裏のポケモン次第だろうけど。そうだね。いやー、ミスったな。とか言ってなんか次の同じ対面来たらどうせ深読みしそうな気がするけど。さあ、4-4。ああ、確かにね、俺の技構成悩んでる感はある。けどさ、瞑想、高速移動どっちも外したらきつくなるもんね。けど一応多分この電気技とコーディテラバだけで、二桁フィニッシュっていう人何人かいるので、多分構成、この構成だからいけないよりかはシンプルに俺の使い方とか立ち回りの問題だと思う。それは。まあ、これが多分難しいのを使ってるのかもしれないし、もしかするとね。いやー、ラスト下がってきたなー。さあ、とりあえず首の皮1枚つなげよう。さあ、カインさん対戦の方、お願いいたします。さあ、黒バードね、黒バード、OK。すげえ普通のパーティーでやりやすいのはやりやすい。これはけど、わだちスタートでいいけど、ラオスから来そうな気がするな。なので、これは包みから入ります。ミミミックでいいんじゃない。まあ捨てど巻きたいけど、わだちから入ってラオス来たらきついもんな。いやー、そうだよな。まあこれで行ってみようか。これで行きます。さあさあさあ、誰から来るか。いやー、パーティーちょっといじるか。え、けど結局、ミライドンの技範囲の問題で悩んでるから、変えるならミライドン変えなきゃいけないのか。けどミライドンぶっちゃけ変える気ねえんだよな。いや、パオジアンか。じゃあ、わだちだったな、これは。さあ、これはなー、嫌なんだよな、この対面。ハイドのポンプ打つしかなくなるのマジきついんだよな。オッケー、よく当てた。でかい。お、あ、こんな入んの。強すぎだろ。待て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 。え、聖剣あの効果抜群とはにこんな入んの。待って、ダメ剣していい。これ鉢巻きとかじゃないよね。鉢巻きやったら聖剣持ってないか。パオ聖剣包み。あー、ランス一発か。こんなもんか。あー、どうしよう。け、今時のやつつぶているもんな。けどさ、タスキ持ってるからさ、アンコールビビってくんねえかな。つぶて持ってたら、それは負けでいいや。フリドラで。いや、強メンタル。うっせえな。さあ、こっからだな。どうしよう。ミライドン。
ミライドン、コーディテラス、高速移動。だけど、聖剣来るか。いや、けど、そっちの方いいか。そっちだな。いやー。さあ、どうだ？コーディテラス、高速移動。か、瞑想。いや、さすがに高速移動だろ。さあ、相手かなこれ。深読みして、変なことしてくると思わないから、多分つららだと思うんだよな、安牌なのが。つららで沈まなきゃいいな。さあ、何くん。お、ツッキーさん、ハートミン、ありがとうございます。うわ、でかっ！でかっ！マジでかい、マジでかい。これは、普通にでかくて。この時点で、グライオンママは、きつい。帰りは野間手だ。撃つべきか。瞑想するべきか。コーディテアバで。うわ、うざうざうわ、じゃ、うわ、うざ瞑想、いや、瞑想。うわー、ビビったなー。瞑想にビビったなー。瞑想じゃない、不意打ちにビビったなー。深読みしすぎだってな、いや、いや、待て、いや、違うわ。深読みしすぎたとかで悩むぐらいだったら、もうやりたいようにやるわ、もう。さあ、海竜。この海竜は、もう俺の直感がパラボラって呼んでます。はい。こいつがノマテア神速だったら、ノマテア神速、ハチマキ、どうだ、ハチマキは耐えないと思うけど、ハチマキじゃなかったら耐えないから来てたな。さあ、どうだ。さあ、いやー、耐えないかなー。いや、きついなー。いや、引くべき、いや、これは引くべきだったかもしれない。せっかく積んだ高速移動とか行って、多分、居座ったのがまずい。これはー、じゃねえかなー。どっちにしろ素早さは負けてるんで、とりあえず、とりあえずじゃねえか。とりあえずじゃねえだわ。多分これバドレックスでしょ。うん。で、外さないで。ダメだよ。頼むよ。オッケー。で、いやー、こっからだなー。いやー。絶対ハチマキだと思うんだよな、あいつ。いや、絶対ハチマキだと思う。いやー、いやー、どうしよう。勝ち筋は、激鱗ない、神速ない、多分、おそらく最優先は地震ハチマキだと思うんですよ。じゃねえの、攻撃、きついよな、これ削んの。トリックルーム入って何出しても一緒だもんな。いやー。いやさっきの場面で引いてれば勝ちっていう話か。いや、頼む、ちょっと下げてくんない？いや、無理か。いやー、きついなー、これ。耐えないよな、さすがにハチマキだったら。あー、耐えんのか。だけど、ハチマキだな、これは。いや、これは、俺の負けだわ。ミライドのとこ引くのと、
水泳チンとこだな。いや、そこの水泳チンな。瞑想を積むのが正解だったか。え、けど、まあ、正解かどうかはタックだから仕方ないけど、未来ドンカイディの対面で、ミリッキュに引かなかったのが一番まずいよ。そこだね。いやー、ラストのやつもな。結局このパーティーが立ち回りのパーティーだから、立ち回りが下手だと勝てないのか。さあ、ライブシェアありがとうございます。オッケー、まあ仕方ない。さあ、まあ最終日まで粘っていきましょう。さあ、とりあえず、今日もありがとうございました。明日もね、明日も配信するのでよかったら来てください。おそらく時間は7時からかな、明日は。で、明日のお昼に多分スマブラとかもやるのでよかったら来てくれれば嬉しいです。お待ちしております。それでは今日もありがとうございました。またねー。